はい、ただいま恋は優しい延べの花よを歌わせていただきました。この曲はですね、オペレッタの、ボッカチオというね、オペレッタの中の曲が日本語の訳が付けられて歌われている曲なんですけれども、このオペレッタの中では本来女性が歌われる曲として描かれたものらしいんですけれども、でも日本では男性もよく歌われておりますし、原作のいろんな役を男性の、本当はね、男性が演じる役を女性が演じることもあるということでね、そのあたりが非常にこうフレキシブルといいますか、面白いなというふうに思っております。もともとこの曲、僕は違うコンサートで共演者のね、男性が歌われているのを聞いて、あ、こういう素敵な曲があるんだなってその時に、初めて知っていたんですけれども、その後、NHK の朝ドラの中でもね、歌われたりして世の中に広く、知られていると思います。もちろん昔浅草オペラなどでもよく歌われて、流行った曲だというふうに伺っているので、その時からねご存知の方も多い曲なんじゃないかなというふうに思います。この綺麗なメロディーをね優しく歌えるように、努力してやってみましたので、皆様そのあたりも聴いていただけたら嬉しいなというふうに思っております。